あの、さっき、あの、風の話してますけど、で、それ俺、人生で2回目なんですよ。っていうのは、高熱で、あまりにも高熱でっていう話が、あの、俺高校行く時に、高校1年の1学期に、あまりにも休みすぎて、もう1時間でも休んだら、留年決定だったんですよ。1時間でもですよ。もうだから、遅刻もできないし、もう早退も何も、もちろんっていうので。いやー、でもしょうがねえなって言って。で、やってる間に、多分冬ぐらいにものすげえ熱出たんですよ。でもこれやべえなって38度ぐらいで測ってて、で、先生とかもみんな知ってるんで、こうやって、ダーッつって、授業中もずっと寝てるんですよ。ああ、しょうがねえな、あいつ。1時間も休めねえから、って言って。で、よし、頑張って、よし、頑張って、もうダメだ、つって。で、野球部も休まなくちゃなんねえから、監督に行くわ、って。失礼します。おどうした。今日なんかすごく体調崩してて、熱もあるみたいなんで、ちょっと外へ差し込んだっていいですか。監督のキャッチボールと通すぐらいできるんだろ。結構地獄じゃないですか。で、まあ、端の方で、ね、これ、流しながらやって、ああ、ダメだな、帰ろうって思ってたら、運悪く、その日の、俺のキャッチボールの相手っていうのが、一個上の学年のキャプテンだったんですよ。キャプテンと、俺そんな、年間通してそんなにキャプテンとキャッチボールなんかしたらいねえのに、なぜその日に来るんだっていうのがまず一つ。で、やっぱり先輩だから、あんまりね、だらだらできないんで、で、ダーッてやってて、熱であんのもちょっと、その時はちょっとまあ、飛んでたぐらい、熱がちょっと飛んでたぐらいで、イエスイエスタイーっつってやってて、わちゃわちゃトスバッティングっつって、今度2人チームから、1人増えて3人になる。それが、普通だったらバーッとして入ってきてやるのが、なかなか入ってこなくて、一個上のキャプテンと、俺と、監督っていう、この三人、なかなかの三人で、まあ、先にも後にもその三人でやったのはもう、その一回だけなんですけど、やーべえなーって言って、そろそろやべえなっつって、だんだん熱も上がってきたなっつって、よいしょよいしょっつって、じゃあ、とつばてやつ、えいっつって、一人投げて、一人打って、二人が守ってるみたいな。で、俺が投げてる時に、隣に監督いて、キャプテンが打ってるみたいな。バーンっつって、バーンって打ったのを、監督があんまり動かないんだ、やっぱり。俺がものすごい勢いでこう、行って、監督がへぐったら俺、その、バイとかで、入って、えぇーいぜぇーいって、ねぇねぇーって、おいー、かわりかわりーって、ねぇーなんて、ねぇーなんて、もう、いつもの、そのメニューの5倍ぐらい疲れたんですよ。その38度、最後に見たのが38度あった時に。で、それとりあえず終わって、なんか天気悪くて、じゃあ筋トレやっつーなんです。筋トレやっつーっつ、じゃあ早く、そのトレーニングルームに休まれなんて言って、ウェーイなんて、バーって言ってて、なんか、その1畳の、部室の中に1畳の畳あって、そこに、もう俺もうフラフラになってこうやって帰ってきて、その1畳のところに帰っても、完全にもうは
死ぬ一歩手前ぐらいのあれで、で同級生も集まってきて、俺もはジャンバーとかもは30枚ぐらいジャンバーかけらっち違うとこ大丈夫か大丈夫か大丈夫か最初心配したんだけど、俺もあまりにも苦しすぎて、高校1年の時に泣きながら、友達に泣きながらよ高校1年生の男子が泣きながらこうやって、お客さん呼んでくれて お母さん車でバーン来て、5枚ぐらいもうなんかジャンバーかけられて、お母さんつらって病院に行くって、それとそっくりこの前のやつ思い出した思い出したの。それともう一回あのお母さん呼んだシーンもう一回見せてもらっていい？ちょっと宮瀬、ちょっとジャンバーかけてやって大丈夫かっていうのは大丈夫か おい大丈夫か大丈夫かおい哲也大丈夫かお母さん呼んでさっきとちょっと変わってこれリアリティを求めたらそんな感じ。あ、いや、そうなんだ、そうなんだ。もう本当に、本当に涙ボロボロ流して、爆笑しよう、友達。いや、爆笑だね。今俺も爆笑して泣いてるこいつ泣いてる腹痛い俺もう本当に死ぬと思う。その間てっちゃんがお母さん呼んで本当にやらんな本当にやらんだ本当にダメなやつ。その時とこの前のやつは同じ、似ておりのやつ同じっていうことで